東京都知事候補者無所属三井里穂79歳参議院衆議院市長立候補各1回東京生まれ陸軍工場に働きつつ専権合格東京女子師範本科専攻科卒と小学校元教員では三井里穂さんの政見放送です。出版我ら平民の一部分を読ませていただきます。雨の東長崎国立公園は麻薬暴力団の隠れ身の犬から盛岡まで3時間四川町1時間バス町2時間3時間の空室犬の盛岡3時間なんじゃいな。東北の方々が親切で気さくで地震や温泉ならではのこと地方の話を聞くことが楽しいから行く。本業が一生のこと十和田八幡平観光温泉旅館五瀬ヶ渓温泉は水部事務所に入った最初から腹の立つことばかりであった。最高の薄いじゃない建物だ。手紙で長期電話に話したことがない。この伝統は入り口に小さい岩が一つ消灯して中は全部真っ暗闇男女雑魚寝でこれで旅館法に風俗営業ならたちまち罰せられる。万事手探りで夜2時間静かに日を欠こうと予定したけれどこんなことでいつまで過ごせるはずはない。こんなことでいつまでも過ごせるはずはない。翌日小柄な若い男が来て、山田氏が出る。午後また来た。神の暴力団、神の暴力団、とっても強く個室に行くことも強制であれ。一室5000円の個室になって、入る箱はない。新移動とも1万2000円以上になって。間に合わせの夕食をガスにかけて一緒に腰掛けていると若い細い背の高い麻薬犯のような出してた男が飯を食べてます。いただきません、もらいません、お断りします。ナンパの暴力団とかなり進んでやり方の方から醤油で国立団体直径2.5センチほどのものを20ぐらい小皿に並べたものをガスの左に置いた。顔は見ない、少しも手をつけず言わず語らず戻る。夜半暗がりで横になって寝ている顔の前に純粋女が来てさっきの皿を持ってきて置いていった。はじめはどこを言えない次にシーンとしている。試しに一着をそっと口に入れて思わず噛みかけた。ものすごくとっても苦い吐き出す口の中が口を洗いたくてもすぐ追っ手が来ると思うと起きられない。皆さんは口に残らない異常な緊張しつつ皿の毒物を始末した。誰にもお世話様にならず言わないこと、後を振り向かないこと、吹き晒しのバス停は風が水平に低い、雨雲は小森傘一本で風がまた強くなる、大雨になりそうだがすぐずぶ濡れになっても頭には絶対戻らない。風呂の中で早く遠ざかることとこれの言い続けであった。見るとだけが怖いのではない、一生つきまとってすごんだあの脅しが怖いとつきまとっている。を来ることは絶対ないのだ。山この温泉に向かって家もない人もいない、どこに埋められようとしていることはない。山の他に何もない山ばかりである熊の山。東京都知事候補者無所属三井里穂さんの放送でした。雨の東長崎。